鏡岩善史郎は、青森県上北郡四和村出身の元、大相撲力士。本名は、佐々木善史郎。1902年5月4日に、青森県三古群猿る編村に生まれる。幼い頃に、父親と死別し、母親の再婚に伴い、上北郡四和村に移り住む。子供の時から草相撲に出場し、海力として鳴らした。 そんな前四郎少年を見つけた久米川から勧誘されて、久米川部屋に入門、1922年1月場所で初土俵を踏んだ。入門が遅かったために昇進も遅く、1927年10月場所で新十両昇進、1928年3月場所で新入幕を果たしたが、入幕時ですでに25歳と、決して早くなかった。 それでも幼少期から鍛え上げた離期で、第8社を軽々と持ち上げたり、北海道での巡業では、約1トンもある牛の角を掴んでは、軽々とひねり倒すほどだったことから、猛牛とのあだ名が付けられた。入幕後は8勝を挙げる活躍を見せるがそれ以外は、負けこすか6勝5敗が多く、 猛牛とのあだ名から前へスピードある相撲を見せるかと思われるが、鏡岩の相撲は非常にゆったりとしていた。それでも1931年1月場所、同年3月場所では9勝2敗の好成績を挙げており、1932年に勃発した春十円事件では、革新力士団に加わって日本相撲協会を一時、脱退したが、すぐに起参して小結び昇進。 この時点で29歳だった。新小結びだった場所で、まさかの全敗を喫して平幕に降格した1935年、1月場所では、2日目に駒野里、秀夫戦で敗れただけの10勝1敗の好成績を記録して、たまに式佐上門と並んでの優勝同点となったが、当時は優勝決定戦が存在せず、代わりに番付上位の者が優勝する制度が存在していたため、 この場所は、横綱だった玉西樹が優勝となった。ここから、鏡岩の快進撃が続き、1936年、1月場所には関脇に昇進すると8勝3敗、同年、5月場所で9勝2敗の好成績を挙げ、5月場所で11戦全勝での幕内最高優勝を果たした、双葉山沙田と同時に、大関へ昇進したが、その時すでに34歳だった。 1938年に師匠、久米川が亡くなると、二枚観察によって久米川部屋を継承した。大関昇進後は、年齢的な体力の限界から従来までの快力ぶりを発揮する相撲ではなく、勝負に転担として土俵を楽しむ相撲が多くなっていく。具体的には、男女の川登りさんを急で、当時新鋭だった羽黒さん聖治を二丁投げで破るなど、 様々な技を繰り出して、相手を倒す、技巧派へ転身した。1939年5月場所で4勝11敗と大きく負け越したことで、大関観楽が決定的になったために現役を引退し、年寄り1000人となった。現役引退後は、年寄り、久米川として、勝負検査役を務めた。久米川部屋では2枚観察によって部屋を継承した。 時点からすでに何人かの重量力士を排出していたが、1941年の年末に双葉山定地が立浪部屋から独立、新たに双葉山相撲道場を設立した際に、久米川が双葉山の人柄に浸水していたことから部屋に所属する力士全員に、いいか、今日からは日本一の双葉山がお前たちの師匠だと言って双葉山相撲道場へ。 移籍させて組川部屋は閉鎖。自身は双葉山相撲道場の部屋付きを館として、後進の指導に当たった。自身が勧誘した鏡里は晩年、自身の付き人を行っていた。1950年8月6日に死去、48歳を打つ。金星の取れた堅固な体格で愛嬌があり、右四つで寄る取り口で、小兵や非力な力士に対しては強かった。しかしレンズが多く、 甲府町の波が非常に激しかった。ありがとうございます。